今日はコマの作り方をご紹介します。材料は15センチの折り紙2枚と爪楊枝、そして道具は切りを使います。まず最初に白い方を上にして、折り紙をちょうど3等分して折ります。そして右側のところを下側から三角に折ります。今度は左側を上側から下に三角に折ります。これと同じものをもう一つ作ってください。向きを変えて重ねます。そして最初に右側の三角のところを左側に倒して折ります。今度は上側の三角のところを下に倒して折ります。次に左側の三角のところを右側に倒します。一番下の三角のところを上に折って、先の部分を、この先の部分を、この下にある黄色の三角の中に差し込んでいきます。はい、これで形ができました。キリなどで真ん中のところに少し穴を開けます。この時にあまり大きく穴を開けすぎないようにしてください。穴を開けたら爪楊枝を刺します。爪楊枝の太さよりも大きな穴を開けてしまうとコマがしっかり止まらなくなってしまうので注意してください。コマの位置は下の方にしてください。コマの完成です。ぜひお正月に作って遊んでみてください。